MDR-CD900ST MDR-CD900ST はソニーミュージックソリューションズが販売しているヘッドフォン。日本ではモニターヘッドフォンのデファクトスタンダードとして知られている。1989年に法人に限定して販売が開始され、1995年からは家庭用にも販売されている。本機はソニーが1985年に発売した。 ヘッドホン MDR-CD900 をもとに、ソニーとソニーミュージックスタジオの共同開発によって誕生した。CBS ソニーのスタジオで使用するために開発されたモデルであり、当初は非売品で MDR-CD900CBS というモデル名であったが、1989年に国内のスタジオ向けに発売された際、MDR-CD900ST に モデル名が変更された。MDR-CD900 と MDR-CD900ST の外見上の主な相違点は、MDR-CD900 はハウジングが光沢仕上げ、折りたたみ機構を備え、カールコード、プラグが 3.5mm ミニプラグと標準プラグを切り替えられる 2A w 仕様のフォーオンプラグで、ある一方、MDR-CD900ST はハウジングがや消し仕上げ、 折りたたみ機構がなく、ストレートコード、標準フォーオンプラグとなっている。MDR-CD900 は、アモルファスダイヤモンド振動板を採用しているが、MDR-CD900ST は、振動板素材に関する記載が特にない。海外では、同系統の機種である MDR-V6 と、MDR-7506 が、モニターヘッドホンとして有名である。 どちらも折りたたみ可能で、カールコードには絵仕様のプラグである。MDR-7506 はソニーから業務用ルートで国内でも販売されている。いずれもメーカー交渉の値。ありがとうございます。